はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。アテムです。さあ、本日なんですが、皆さんは、よみがえり師、天空神というカードご存知でしょうか？僕ね、ちょっとこれ、まだ使ったことなくって、今回初めて使うんですよね。オシリスの天空竜サポートカードです。どういう効果を持ってるかっていうと、1番、2番の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できないし、その発動効果無効化されないという効果を持っています。自分の墓地からオシリスの天空竜1体を選んで特殊召喚すると。その後、お互いはそれぞれ手札が6枚になるようにデッキからドローするという1番の効果。ロマンだね。オシリスを出して。で、それぞれ6枚になるようにドローすると。そうすると、オシリスの打点が6000になると。これですね。今日はこれをね、使っていきたい。で、墓地のこのカードを除外して発動して、デッキ墓地から死者蘇生1枚をデッキの1枚に置くよという効果がありまして、自分の墓地に原神従属がいれば、神ですね。神がいれば、さらにデッキから1枚ドローするということで、まあ、死者蘇生を置いてドローするっていう動きが一応できるよと。だから墓地効果でね。だから、まあ、イメージとしては、この1番の効果でオシリスを出して、で、オシリスは、特殊召喚したらそのターンのエンドフェーズで死んじゃうんですけど、2番の効果で死者蘇生をデッキトップに置いて、もう一回オシリス出してねっていう、まあそういうコンボになってます。はい。で、まあ今日はこれをインチキ発動をもちろんしていくんですけども、何を、していくかっていうと、これ通常トラップなんですね。このカードが。ということで、まあラピデスさんに入れても面白いかなと思うんですけど、今回はもうインチキ発動 といえばトランザクションロールバックということで、まあどんだけトランザクションロールバックこするのって感じなんですけど、これで、闇暮らし天空神を、墓地に落とし、で、オシリスも、墓地に落とし、展開を狙っていきます。オシリスって結局、相手のドローフェイズでもう立ってないと弱いんですよ。こいつ結局その小ライダー打てるんですけど、打点が手札の数だけ上がって小ライダー打てるんですけど、結局こいつって、なんか、相手のモンスターの召喚を止めるカードだから、基本的には。その召喚成功時、打点2000下げるっていう効果があるんだけど、これを使うためにやっぱ、まず相手のターンで初手でもうすぐ出せないといけないんですね。なんで、オシリスの天空竜のこの、蘇し天空神の一番の効果で出すために、墓地にめっちゃカードを叩き落とす必要があるんですね。はい。やっぱこれをね、先行でセットしてオシリスを墓地に置くっていうのはなかなか現実的じゃなくて、まあ、やっぱめちゃくちゃいろんなカードバーって墓地落として、で、その中でなんか落ちればいいねが多分成功率一番高いと思ったんですよ。個人的には。なので今日はこの財宝とテアラメンツっていう、まあ、いつも通りの、圧倒的墓地壊しギミックを使ってこいつらを叩き落として、これを相手のドローフェーズに爆弾させていくっていう、まあ、そういうギミックです。はい。で、まあ、注意しないといけないのは、この蘇り師天空神っていうカードがお互いにドローするっていう効果が余計についてるってことですね。はい。これ要は相手にドローさせるんですよ。相手が手札6枚の状態ってこのカード打てなくて、相手が手札5枚以下の場合にしか打てないから、必ず1枚以上はドローさせるんですね。だからこそやっぱ相手のそのなんか誘発とか打ってもらって5枚に手札が4枚になって、で相手の高校のワンターン目ドローして5枚っていう状態で打ちたいんですよ。はい。ということで、非常に工夫が必要なこのカードを、頑張って使ってきたので動画をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。いや、これ地味にさ使ったことなかったと思うんだよな俺。よみがえり師天空神オシリスは使ったことある。なんか、フアンダリーズの環境の時とかに、フアンダリーズデッキから爆弾させて、あ、やばい。ここに裏打つの？そんなマガな。超高速グララでさ。課金中じゃん、それ。その、グララは、課金中じゃん。これ課金中じゃないと持ってないと言われてるやつでしょ。で、クロマジョディアベルスターの効果、うらら早ないっていう話なんだ、これ。スネークアイにうらら打つときってどこなんだろうな。まあ俺はいつもなんかスネークアイエクセルの変身効果にうらら打ってんだけど、うん、まあどこに打つかは諸説あるよね。まあエクセルの変身効果に打ってなんかモンスター数消してみたいな動きをいつもしてるんですが、どこに打つかは諸説あるみたいな話はありまして、どこに打ったらいいかスネークアイプロの方は教えてください。さあポプルスの効果を起動しまして、まあこれいつも通りの、展開ですね。これはね、もうね、クソレッキ御用達になってますが、墓地に、いっぱいカードを叩き落とすコンボという話ですね。ディアベルスターから、ティアラメントにつなげて、まあ、ありえない量の
カードをデッキから墓地で叩き落としていくコンボと、なっておりますね。これね、はい。今現代遊戯王でやっぱカオスルーラとあのアギド・ケルベクというモンスターがいなくなってしまったんで、まあそんな簡単に墓地超えないっていう話があるんですけど、まあその中でもやっぱりジアンデッドと、あとまあやっぱキュリオス、これは強いですよね、非常にね。あと最近ですね、OCG の方ではですね、デモンスミスっていう召喚剣を使わずにレベル6を2体悪魔族で並べられるギミックっていうのが登場する予定なんですよ、これ今後ね。でこれを使うと一応ランク6が簡単に出るんで、ベアトリーチェとか、あとね、なんか、なんちゃらリーパーっていう、なんかそのお互いのデッキトップ5枚肥やしますみたいなモンスターいるんですよ、あのランク6で。そいつが一応出せるんで、まあ、結構ねそこは注目されてます、今後のその、パチンカで、パチンカスデッカーの注目ポイント、そこ、はい、ランダム持ち小屋しでランク6のやつを要はレベル6に対並べて出すっていう召喚剣使わずに、はい、これが一応注目はされていますね、はい。さあトガちゃんを、置きまして、でジアンデッドバンプ特殊感、これで一応相手の、デッキをカンニングしていく、はいはい。あー、バンキッシュソウルだね。あー、マットラブ。マットラブいんのか。マットラブ。マットラブ闇だな。何族？悪魔族か。あ、割といいね。悪魔族。アンデッドと、サイバースなんで、悪魔族は割とでかいぞ。マットラブもらうか。はい。で、まあ、財宝狩りの悪魔で1枚ドロー入れてからでいいかな。そうね、オシリスの天空竜が落ちないと、よみがえるし天空神は使えないんですよ。なんで、まあ、そこは、あ、トランザクションロールバッキング。なるほど。こっからなんだよな、あとはな、問題は。まあ、一回ロールバック打って、たぶん、ハリムシコピーしていいな、一回。一回ハリムシコピーしていい。で、はい。あー、なるほど。で、サリーク、回収、なるほど。これはレイノハートですね。召喚剣使ってない問題あるんで、僕まだね。なんで、レイノハートを普通に召喚。で、効果を起動。で、これで、ハウフニス落としてシェイレーンと融合だな。ハウフ落とす。で、ハウフ効果。ティアラメンツさ、もうほんと、久しぶりにやっぱこの間使ったんだけどさ、動画にするために。このデッキマジでクソ楽しいぜ。本当にね、毛嫌いしてる人はね、今こそみたいな感じで使ってみてほしいね。まあちょっとビンステッドバカきついんだけど、融合回数めっちゃ入ってるからね、ハーフニスとシーレーンしかねえから今。メイルいねえから。終わり。で、キトカロス、まあそこは終わりなんだけど、キトカロスからの、ティアラメンツクシャトリラ、で、5-3で小屋し入るんで、これ8枚小屋しね。はい。はい。であとはラーの抑止力、オシリスの天空竜を落とせばいいから。あー、シェイに落ちた、オッケー。シェイ落ちた。オシリス護衛部隊はね、形成する、盤面にね、形成する必要があるんだよね。オシリス護衛部隊形成する必要あるとやばいんだけど、ちょっとティアラメンツルーカロス出すしかねえな。ウルカロス出します。はい。で、ちょっと待ってくださいね。このデッキ確定ルートないから結構楽しいん、まあ、楽しいんだよね。で、ジアンデッド、リンクリボー、あなたのドクターマットラブで、リンク召喚、ライトロード、ドミニオンキュリアスの効果を起動。の効果を起動して、まあさすがにオシリス送るしかないわな。こうするだろ。で、3枚さらに墓地が超える。はい。OK。でだ。ちょっと、なんでしたっけ？トランザクションロールバック引いちゃってるんで、トランザクションロールバックを墓地に送るためのバリケードベルク。はい。はい。
これで準備は整ったと思う。なんか弱盤面弱くね。なんか盤面弱くね。ちょっとオシリス守護隊としてはあまりにも弱い盤面と言わざるを得ないんだけど、ちょっと頑張りますわ。相手の手札が5枚になっているこの瞬間が一番強いの でトランザクションロールバックを発動しましょう。トランザクションロールバックの効果、自分の墓地のトラップカードの効果をコピー、もちろんよみがえりし天空神の効果をコピーし、現れろオシリスの天空竜。そしてカードが6枚になるようにお互いにドロー。これがしたい、これがしたい、投げすぎた。ああ、やばい、ちょっと待って、2000打点以上出すのやめません。2000打点以上出すのやめません。これもしかしてフェリルの効果起動します。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってって、ああでは一瞬でちょっとルルカロスぶち抜かれること確定したわ。ちょっと待って、マジでやばいこと起きた、やばい、あ、ちょっと待って、汗60秒しかない、待って、キャンセルか、キャンセルするしかないわ。ちょっとあまりにも、あまりにも遅くねえか。これ戻してさ、クシャトリア、まあでもいいよ、フェンリラもう効果起動したからいいか、もう効果起動したからまあいいか。これは一回スルーしよう、一旦スルー。自分の墓地に落ちているカードはちゃんと把握してこないといけないやつなんですけども、増援の効果、ちょっとわかりません、これ増援なんですか、これティアラメンツですかね、増援バンキッシュソウルか、あ、バンキッシュソウルか、ラゼンだ、オッケーオッケー、了解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 。でもラゼンは死ぬからな、ラゼンは死ぬ、ラゼンは盾で出したらオシデスの将来弾がぶち込まれるから死ぬから、いける多分。ちょっと時間ない、やばい、普通に展開は、はあ、はあ、はあ、ふざけんな、マジでマジでふざけんな、ちょ、ふざけんな、マジでガチでやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた。良きところでハリムシ行くしかねえ、良きところでハリムシ行くしかないぞ、良きところでハリムシ行くしかねえ。これバトルフェーズだな、もうこれ多分ね、クリカラテンドル1000殴ったら勝ちだと思ってないって多分これ。何、あー、なるほど、ロックオブバンキッシャーか、いいだろう。ロックオブバンキッシャーはちなみにムドラいるから、あー、なるほど、自分の墓地から、あー、自分の墓地からね、あ、それはね、ムドラで戻そう、それはムドラで戻します。相手の墓地のモンスターとシェイレーンは戻した方がいいな。当たり、待って、時間ないからちょっと急げ、これでいいな、これで相手回収できませんと。で、ここからバトルフェイズ入った瞬間融合しに行って戻さんできないからバトルフェイズ OK、 OK、 危ない、やばい、ここで落とすしかない、行け、ハリムシかわせ、よし、融合はできるぞ、急げ、ガチで急げ、ガチ急ぎ、ガチ急げ、彼と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 、もう時間ないから、彼、彼と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 、ゴー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 。フェンリルとクリカラで俺のオシリスとルルカロス両方とも簡単に絞られてるの、草。いや、でもこれはいけるぞ、メイツ OK で、もう消化権残ってない、で、バンキッシャーがいて、手札からワンチャンバンキッシュが出てくるくらいだろう、あと、え、やばい、デッキトップ除外されるとガチでやばいこと起きる、これちょっと待って、これ待って、あいつ、あいつの効果を起動させてはならない、ちょ、急げー急げ、効果裏、キャンセル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 、危ない、危ねえ
急げ急げ、どうすればいいんだ、どうすればいい。フェンリルうっとしな、フェンリルガチでうっとしな。ちょっと待ってくれ。ペルレイノは発動してよくて、ペルレは発動してよくて、で加えます。で3号なりました。ちょっと待って、モンスター効果使うとフェンリルに抜かれるから、ちょっと待って、もうちょ、一回殴るわ、一回殴るわ、一回殴ろう、一回殴る、一回殴る。でなんかあります、なんか癖あります。でこれぶん殴ります。ちょっとマジでマジで時間ねえって。このデッキ割とアドリブ展開入るからさ、結構最後の方まで時間なくなってんだよ大体いつも。ただモンスターショったらだいぶきついんじゃねえの。相手の人多分無限法要とか、なんだっけ、スノーデビルとかでしょ多分。やべえ、残り30秒。ちょっと待って、ティアラメンズレイノハート召喚で、あとはちょっとずつ剥がしていけばいいんですよ相手の盤面を。でカレイドの効果起動して、とりあえず後ろ剥がしますよ。でレイノの効果も起動しますよ。シェイ出しますよ。ちょっと時間が過ぎ。残り20秒で剥がせるかな、2枚。俺ならいけるぞ。集中しろ。人からスパクタンで、人からその効果起動と、ペルレイノの効果を起動して、魔法トラップカードを破壊する。癖かな、破壊される。 OK で、キトカロスの効果で、ちょっと待って、マジマジマジ、やばい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 。融合したいよ。センサー万別、あーオッケー、センサー万別はオッケー。種族結構バラバラなんで多分なんとかなると思います、センサー万別は。でこれ植物族なんで出せます。よいしょ、オッケー、エンド。ホシリス、ホシリス全然活躍してねえじゃねえか。おい、ホシリス秒速で勝利されただけだぞ。おい、なんだこれ、やっぱドジリスじゃねえか。まあハンドは悪くなさそうではあるが、増殖する字が何も弾けないのが一番やべえ。まあ、ちなみに増殖する字を打った場合はなんかそのキトカロスでストップするっていう動きが一応まあティアラメンズデッキでやればね、あのできるので、まあ、それは強いところかなとは思うんですけども、まあ、とりあえずトリビカルマの効果を起動しまして、ペルレイノ君をサーチしますよという話をします。うららはなさそうだな。増援発動、なんかチェーン的には G もなさそうな気するんだけどな、ちょっとオフってるかどうかわかんないんだけど。ペルレイノ発動するんだけど、なんかある、なんもなそうだな。シェイできて、ロールバック捨てて、ディアベルスター出して、でディアベルスターちゃんの効果発動する。あー法要かな、多分ここで違うから。あーエフェクトベーラーか、オッケーオッケー、エフェクトベーラー、はい、でディアベルスターに打たれる。これ多分ねエクセル打った方がいいと思うけどね、個人的には。こういうことが起きるから。割とねと、まあ打ちどころは、まあ、小説あんだけど、まあ、これもエクセルとか財宝狩り持ってなかったら別に今のとこ打ってもいいんだけど、エクセル持ってるパターンもめっちゃあるし、多分ね無効剣言わずはエクセルにやった方がいいと思いますよ。はい、で邪眼神殿発動するっしょ。はい、まあ、結局ねこれで貫通されちゃうから、あんまりなんかエフェクトベーラーの当てどころとしては良くないかなっていう気はしますけどね。はい、でリンクリボーで、まあかといって今のところに打たれてたら俺は俺でティアラメンツしなきゃいけないから、オシネスの天空竜が爆弾しない可能性が結構あって、それはそれで動画にならないからみたいな。はい、いう話ですね。なんなら相手のなんか、あ、まだなんかある、何は。くそ、まあまあでもオークに打ってくれるだけまだマシか。スネークアイフランベルジュドラゴンに打たれるのが一番きついもんな。まあとりあえずちょっとポップルス行くしかないよね。ポップルス行くしかなくて
て、OK。で、要は、ここでもう一体モンスターが追加できれば、多分ね、これシェイレーン撃つでしょ。で、これ多分召喚剣はちょっと一回残しといて、レーンを切るわ。で、はい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 、墓地送ります。何をした？はいはいはい、なるほど。一旦ここでパズロミノ作っちゃっていいんだよな。で、多分ね、レベル1モンスターはもうすでに3体いってるんで、これでこうするだろ。で、パズロミノ、で、これフランベルジュ効果、多分ね、ここでフランベルジュに当てた方が、だから、まあ、わらしがあればね、いいんじゃないかなっていう気はするけども。で、パズロミノの効果を起動しまして、レベルを8にする。一応なんか2誘発撃たれたけど、相手の撃たれどころによってはなんか貫通できますよみたいな動きになってる気がする。まあ、これはこれでありか。はい。で、トガ姫ちゃんを特殊召喚して、トガちゃんの効果。自分の墓地から炎毒性モンスターを特殊召喚。これ、トガちゃんもね、そろそろ、ボルカニックとか、あと、サラバンガイとか多分強化で来ると思うんで、そしたらまたより強くなると思うんですけど、はい。で、ヴァンパイア出して、で、ヴァンプオブ、ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果、ここでできれば闇属性を蘇生したいといったところですね。モンスター特殊召喚、相手残機ですね。 OK、 相手残機デッキ OK。 こうしてディアベースターを特殊化して、で、シェイレンが落ちたんで、シェイレンの効果、いや、これはね、いってると思う、多分これはね、貫通したと思う。はい、問題ない、一切。まあ、いろいろ打たれたけども、ただこれやばいのは、相手手札誘発2枚打ってるから、オシリスの天空竜を発動した時2枚ドローさせることなんだよな。それやばいよな。絶対やんない方がいいと思う。絶対やんない方がいいの草なんだけどさ、絶対やんない方がいいの草なんだけど、キトカロスを墓地に送りまして、レイのハートで確定させた方がいいよな、これもうな、もうオシリスいってんだもんな、オシリスいってるから、これレイの特殊で、キトカロスと、レイのハートの効果を起動しまして、オシリスとちなみに、読み返し天空神がもう落ちてる場合は、もうコンボパーツ実質揃ってるんで、はい。なんで、大丈夫。で、ハウフニス効果、3体リリース必要でいいから、マジで、オシリス落とさなくてもいい方にしてほしかった。オベリスクってさ、落ちてなくても出せんのよ。デッキからサーチして出せるから。オシリスってなんか特殊召喚できるからに墓地に落ちなきゃいけないんだよね、読み返し天空神って。なんかそこ同じでよかったんじゃないかなと思ってるんだけど、そしたら、ライトロドミニオンキュロス行くか。闇属性、種族が異なるモンスター3体でリンク召喚をしていく。はい。で、キュリオスちゃんの効果を起動して、はい、 OK。 で、白雪落として、これで一応妨害も減らし、増やして、で、さらに3枚墓地壊して、おい、で、スクリーム落ちた、来た、いいよ。よしよしよし、いいぞ。これでちょっとずつ妨害増やしていくことができるからな。 OK。 まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやってもいいよといったところですな。まあ盤面あんま強くないんだけど、正直、まあ、ただやることもあんまない。あ、ランク4はしといた方がいいか。一応白雪の効果起動して、もうね、スネークアイ関係はもう何一ついらないので、これ除外します。で、ランク4だけしといて、これリターンの方がいいかな。うん、よいしょ。ここからが難しいんだよな、このティアラメンツっていうデッキはな。さあ、相手に2枚ドローをさせることによって俺は6枚ドローするぞ。言ってさ、このデッキさ、6枚ドローした後さ、誘発あんま入ってないから6枚ドローあんまり意味ないんだよね。
いけ、お尻スロー、テックル、うわ6枚カードドロー。やべえ、やらめっち引きすぎた。やらめっち引きすぎた。やらめっち引きすぎてもうた、やばい。これなんて、これさ、なんかオシリス出すの全力かけすぎてさ、マジギミ、なんか全然シナジーを感じないぞ。なんか引いてたら意味ないだろ、ティアラメンツ。ハルクニスちゃんはデッキで眠ってるほしいんだよな。財宝狩りの悪魔3枚って何？は？ふざけんなよ。無限にリリースされる。さっきもなんかね、あれされたんだよな。クリカラ天童とかいう激イモモンスター、特殊化されたんだよな。は？ちょ、やばいわ、やばい、ちょっと赤やっぱ相手にドローさせるってあかんわ。これ相手にドローさせるっていう行為がもうアドソンすぎる。さきたまはちょ、何これもうやばいって。そう、さきたまとかいうモンスターってかさ、残機めっちゃ刺さるはずなんよ。オシリスの天空竜は残機めっちゃ刺さるはずなんよ、本来であれば。メタノイズも発動できねえの終わってんだろ、まあ、ちょっとこれあれか、ハーフにするしかないか。ハーフにする、いやこれシェイレンあるよね。これさ、分かったわ。これだからハーフにするを打てば、盤面にディアラメンツネームが、うわ決め、やるやんいやでもこれ大丈夫だ、大丈夫だわ。リダンの効果でレイの切ったらレイの特殊できるから多分大丈夫だと思う。もう一モードが追加できると思う。こっからの戦いご覧ください。私のこのオシリスの天空竜を無効化され、ルルカロスを無慈悲にも怪獣でリリースされた後の私のこの魂のレイのハート、ご覧ください。いけ、レイのハート特殊召喚成功時で、カードを1枚墓地送って、そしてハウフニスの効果を発動。ハウフニスの効果によって、いやこれ一回キトカロスでだ、これあれか、スタペリアの方がいいか。いやこれむずい、これスタペリアの方がいいんじゃないか。これこれでこうしたら相手のダランベルシャン止まるから、オッケー。まあオシリスは死ぬんだけどねあ、ちなみにメタロイズもこれで今起動可能に なりましたんで、裏側守備表示にすることができます、相手のモンスターを。今ティアラメンズレイドハートがいるからね。ああさあかかってこいよ、ドラゴストプリア重いだろ。ちなみに俺の持ち時間は残り14秒しかねえけどな。マジで蘇りし天空神でドローできるの俺だけにしてくれ、頼む、俺だけにしてくれ。ちなみにレベル4のモンスター2体でオーバーレイでダランベルシャンって言ってきたらさすがにドラゴストプリアですよ。残協定式、はい。いやーもう打つしかないと思うんだよな、これ打ちましょう。ちょ、やばい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 、残り5秒しかない残り時間一生なくなってる先行で盤面作るのに、てか墓地肥やすのに必死すぎてちょっと時間が足りないっす、すいません。はい、オッケー、オーバーレイですか、ダランですよ、ね、多分。あ、バグースか、君は。きっしょ。バグースかというとかいうモンスター、きっしょ。いや、でも言うてあれか、これ、あのドミニオンキルシャ殴ったらいけるわ、余裕で。打点足りてないしな、相手。はい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 。オッケー。5000、5000、よし、オシリスの天空竜が、なんかエンドフェーズに墓地を食られる効果も発動できないから、なんか生き残ったぞ。神ゲーか、なんか生き残ったぞ。あ、これ無効か。ちょ、見なかった。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだこれあ、メタロイズで裏にするか、まずとりあえずメタロイズで裏にして、裏にして融合してカレイドか、こうする、はい。でバグースが裏にしなりました。でハウフニス送られました。でハウフニス効果起動します。いいよ、いけるよ。このこれこれ来たこれ来たこれ、超電導波サンダーフォースいけるかもしれん、来たかもしれん来たかもしれん。さあめっちゃ持ち越えて、でカレイドの効果でバグースカ戻してよっしゃ
や、オシリスが活躍してるか動画は非常に怪しいが、クラエ超伝導波サンダーフォース、ちょっとオシリスさん、6枚相手にもドローさせるのやめません。